こんにちは、ひとひかりです。今日はね、プレゼント開封をしたいと思います。ありがとうございます。またね、視聴者様に送っていただきました。本当に申し訳ないですね。毎回ありがとうございます。ちょっとね、何届いてるかわからないんだけど、開封したいと思いますね。いつも Amazon の欲しいものリストに入れて送ってもらってるっていう、本当にね、ありがたいことなんですけど、最近ね、なんかそういうのチェックしてなくて、何もやってなくてね、放置気味なんですけど、プレゼントが届いて嬉しかったですね。なんか1週間ぐらい経っちゃったかな、開封するのに。申し訳ないんですけど、開封させていただき、じゃん、おありがとうございます。飼い主のね、ご飯が入ってますね。カレーいただきました。ありがとうございます。このね、SB のね、ビーフカレー、野菜もしっかりビーフカレーってやつね、10食入ってるんですけど、前もね、何回か送っていただいて、これで3回目かな。だからめちゃめちゃね、これ食べてるんですけど、これ美味しいんでね、本当におすすめしたいですね。ありがとうございます。本当に飼い主のね、飼い主というか、ひとひかりのご飯送っていただいて、で、この無印のね、牛すじとこんにゃくのぼっかけいただきました。ありがとうございます。このね、無印の高級レトルト食品、一食ね、350円ぐらいするんですけど、これめちゃめちゃ美味しいですね。ありがとうございます。本当に申し訳ない。で、めっちゃ入ってるんですよ。ご飯にかける麻婆豆腐いただきました。ありがとうございます。これもね、無印の高級レトルトで、ご飯にかけるユッケジャン、ありがとうございます。めっちゃね、重宝してますね、このレトルトご飯系は。白米もね、送っていただいて、それを毎日食べるっていう生活なんですけど、本当にこれかけてね、美味しくいただいてますね、いつも。で、キーマカレー、ありがとうございます。カレーね、好きですね。手軽に食べれてね、しかも満足感高いってので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、こっからハムスターのね、ご飯なんですけど、干したてプチ豆腐っていうのをいただきましたね。ありがとうございます。乾燥のね、豆腐なんですけど、これね、今度キヌハムチャンネルでね、あげたいと思いますね。ありがとうございます。 10g 入り、ちょっと少ないんですけどね、食べてもらおうと思います。で、これミルワーム、乾燥ミルワームいただきました。ありがとうございます。うちのね、ハムスター、乾燥ミルワームめちゃめちゃ好きなんですよね。だから消費量もね、半端ないんですけど、ちょうどね、今なくなってて、どうしようかなと思ってて送っていただきました。ありがとうございます。これでね、またボンちゃんとか、ちょっと食欲落ちてるんですけどね、うん、また太ってもらおうと思いますね。で、これラクトバイトいただきました。ありがとうございます。なんかね、乳酸菌系のね、なんだろう、ゼリーみたいなジェル状っていうのかな、まあそういうやつなんですけど、ペーストか、そういうやつなんですけど、うちにね、ランちゃんっていう、ちょっと足を怪我したね、ハムスターがいて、それにちょっとあげたいですっていう視聴者様がいたので、リストに追加させていただきました。ありがとうございます。じゃあ、その視聴者様かな、送ってくれたの。伝票見てみますね。いつもお世話になっております。多少の品ではありますが、お使いいただければ幸いです。モンブランちゃんたちによろしくです。びっくりマーク、長峰恵子。長峰恵子さんからいただきましたね。ありがとうございます。長峰さんね、こないだ、最近かな、一番直近も送ってくれたし、ほんとね、メンバーシップも入ってくれてる人なんですけど、毎回ね、コメントもくれて、ほんとに優しい方なんですけど、ありがとうございます。これもね、ランちゃんのために送ってくれて、またあげたいと思いますね。その動画で紹介したいと思います。でね、この飼い主のね、ご飯もわざわざ送ってくれて、ほんとに申し訳ないです。多分ね、あのハムスターチャンネル、ハムス、キヌゲのハムっていうハムスターのチャンネルがあるんですけど、それをね、見てくれて、で、飼い主もちょっと気にかけてくれるというかね、見てくれてる人だと思うんですよね。申し訳ないですね。ありがとうございます。またね、こういう開封動画とかも撮っていきたいと思いますね。で、機会があればね、このご飯系も食べてるところをね、映せたらいいなって思ってます。最近はどうかな？ランちゃんの足の具合もだいぶ良くなってきましたね。またその動画も作ってる途中なんですけど、公開できればいいなと思ってます。で、今日掃除したばっかなんでね、またなんだろうな、この間長峰さんとかにもらった
ご飯もねあげる動画は今日撮っちゃおうかなと思いますね。ちょっとお腹すいたんでさっき動画閉めちゃったんですけど、無印のねキーマカレーいただきたいと思います。あの貧乏症なんでね、一袋全部使うのはもったいないんで、半分ずついつも2食にして分けて食べてるんですよね。だからちょっと少ないんですけど、いただきたいと思います。長峰さんありがとうございます。いただきます。うん、あった、うまっ、おいしいですね。キーマカレーってなんだろう、ひき肉わかんないけど、とにかくうまいですちょっと辛めかな。うまっ、あほ、辛いのね苦手なんですけど、ギリギリ食べれますね。美味しく、うん、贅沢ですね。こんな贅沢なことしていいのかなと思ってるんですけど、いつもありがとうございます。視聴者様ね、見てくれて、動画も見てくれて、カレーも送ってくれて申し訳ないですね。うん、うまっ。最近なんかなんだろうな、うん、結構難しいなって思うことも多いんですけど、まあね、こういう風に応援というか支えてくれるというかね、うん、まあ見てくれてるのはね、普通に嬉しいですね。本当に普通に嬉しい、純粋に嬉しいです。うん、ただこれがね、まあ当たり前じゃないんだなっていうのをね、あの感謝しながら日々過ごさないといけないなと思いましたね。本当に稀な、うん、なかなかこういうことないと思うんですよね、普通だったら。うん、本当だったらご飯も食べれないぐらいのそういう能力というかね、うん、性格なんですけど、うん、優しい方がいて、でたまたま YouTube という媒体があって、うん、ハムスターもね可愛くて本当に運がいいというか、まあ、いろんな偶然が重なってこういうことがあるんだなと思うのは最近思うので、まあなんだろうな、傲慢な態度というか謙虚な態度でいなきゃダメだなって思いましたね。うん、まあちょっとね、シャワー浴びたてで汗だくなんですけど、ありがとうございました。これ美味しくいただきたいと思います。すいません、長峰さんいつもありがとうございます。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。